皆さんにはこいつだけには負けたくないというライバルがいますか実は企業にもこいつだけには負けたくないというライバルがいます企業がライバルと戦うときに強力な武器となるのがマーケティング戦略です消費者に自社の自慢の製品をアピールする広告にも マーーケケティンングコミュニケーション戦略が使われています多くの企業の広告では消費者の記憶に強く残るように人気のあるアイドルがイメージキャラクターとして採用されていますでは一体企業はどのような観点から自社のイメージに合ったアイドルを選択しているのでしょうか お菓子業界を例に考えてみましょう2014年の菓子業界の売上ナンバーワンは明治製菓の明治ホールディングスです次が江崎グリコですつまりこの2社はライバルです売上ナンバーワンの企業をマーケットリーダー売上高は高いんですけれどもトップではない企業をチャレンジャーと言います 明治ははリリーダーーダ江崎グリコはチャャレンジャーになりますではリーダーの明治の主力商品である明治チョコレートチャレンジャーの江崎グリコの主力商品であるポッキーの広告について考えてみましょう明治チョコレートの2015年の広告には嵐の松本潤さんが起用されていますポッキーの広告には 三代目 J ソールブラザーズの小林直樹さん戸坂博美さん岩田貴則さんが起用されましたなぜ企業はこの二組を起用したのでしょうかこれは2015年のアーティストトータルセールスです1位が嵐3位が三代目 J ソールブラザーズですつまりこの二組はライバル嵐がリーダー三代目が チャャレンジャーになりますつまり歌詞業界のリーダーである明治はアイドル業界のリーダーである嵐を歌詞業界のチャレンジャーである江崎グリコはアイドル業界のチャレンジャーである三代目 JSOULBROTHERS を起用していたわけです企業イメージに合致していますね皆さんこれからコマーシャルを見るときにはどうぞ マーケティング戦略の視点から見てみてください、きっと違った世界が見えてくるでしょう。